この天井の模様の出し方なんですけど、この天井の模様の出し方はまずつぶつぶに荒らして、上から撫でて模様を作ります。でその時にこの、マスチックローラー、まあ、鎖骨ローラーって呼ばれるものなんですけど、それを使って、まあ、漆喰をちょっとねこうつけておいて、で、まあ、塗る場所にもちろん材料はつけておくんですけど、そこにこう毛羽立たせれるようにこうただ単に転がすだけではあるんですけど、こうやって毛羽立たせます。こんな感じで、であんまり早くこう転がしても剥げてくる可能性がありますので、こう軽くゆっくり転がすような感じでつぶつぶを作っていきます。トゲトゲですかね、こういう形で。はい、ローラーで毛羽立たせたところにこれから押さえていきます。結構時間は空けてるので割と硬くなっているので、結構力が入れて潰すことができます。今回は結構押さえ気味でいくので、つぶつぶ度合いとボコボコ具合をちょっと控えめな感じで整えていきます。こんな形です。こんな形になります。